じゃあ人狼やるよ。はい、やろう。ぬるっと始まりますから、このように、はい、メメントリ人狼は。じゃあ誰か激おもろタイトルコールであれをして始めるんだ。はい、参ります。やりたいやりたい。すごいなこいつ。お前すごいなマジで。トラックボールからマウスに変えた僕は最強ゲームいや、ま、いやマウス、あーらららら。いやちょっとマウスはどうでもいいから、マイクがぶっちんぶっちんだったんだけどあれをまずなんとかしてほしいな。あおーん。プレイヤーは人狼陣営と村人陣営に分かれて戦います。人狼陣営は人狼と狂人、村人陣営は村人と占い師がいます。人狼陣営は村人陣営の全滅、村人陣営は人狼を全滅させれば勝利となります。このゲームは近くのプレイヤーとしか喋れません。死亡するとスペクテーターとなり、スペクテーター同士は会話可能です。プレイヤーはマップ内各所に設置されているボタンを5回押すことでアイテムをゲットすることができます。おしまい。お、また白なんだけど俺一生白なんだけど。俺さ、やっぱ証明されたよね、俺が白い人間ってことが証明されたよねよいしょ、指を天井に打っちゃおう。ソロス、ソロス、ソロシ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 、僕、チス、チス、あ、チス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 、君、あれですね、僕の本によると君が人ならざる者という情報が書いてありますね。へへへ、君はどうしかい、従順なるしもべよ。では、そなたに指名を授けよう。はっ、ありがたき お言葉。とりあえず、アスタをやれ。イエス、あいつが一番危険だ。あのね、ジオル君、はいはいはい、あなたのさっきのちょっと大きめの声めちゃくちゃ音割れしてて。音割れしてた。ちなみにあなたの役職は何ですか。村人です。お、確かめようかな、どうしようかな。あ、占い師、占い師なんですよ。はい、今さ、俺後ろにさ、アルティがいてさ、あそこ、はい、アルティが誰かにペコペコしてんの見えたんだよね。ペコペコしてる。うん、でただちょっとソロモンだった気がする。あ、今声聞こえた。本当、こんにちは。あ、こんにちは。あなたの役職は何ですか。僕はまた白の占い師なんですよね。え、やば、え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、何なんですか。あ、で、ジオル、ジオルも占い師らしいっすよ。いや、俺、村じゃないよ。村人、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 村人。俺間違って占い師って言っちゃった。俺も普通に間違った。あ、そっか、僕怪しまれるの、この動きしたら。そっか、待って、え、怖くない、だって。え、ちょっと、は、え、怖いじゃん。じゃあ分かった。え、なんで殺したの。なんで、なんで、え、いやいやいや、ちょっと、は、いや、え、え、じゃあ、お前怪しい。占いますよ、じゃあ。占います。占いますよ。ソロモン、分かった。じゃあ俺の指示従って、はい、ソロモン占って、ソロモン。はい。ソロモンくんですね。あ、ソロモンくんが人狼です。一旦、あの、解散しよう。怖いから。はい、怖いですね、僕。怖いから。はいはい、ごめんなさい、あの、惑わしちゃってごめんなさい。いや、僕占い師なんです。はい、あ、分かった、オッケー。じゃあ、あとで。はい。どういうことなん？マジでどういうことなん？よーし、場所入れ替え。あ、ちょ、これ、ソロモンさんと、あれしよう、交流して、一人ぶちのみそ。よし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 。あ、アルティだ。あ、こんにちは。こんにちは。どうですか、守備は。僕はもうすでにね、1個アイテムをゲットしている。おお。あ、ちょっと待って。え？それはまさか転移のポータルではないですか。これ場所入れ替えですよね。転移のポータルってなんかそんなかっこいい言い方なんだそれ。まあ何でもいいけどさ、ちょっとこれを試しませんか。久しぶりに。君、ギャンブラーっすね、だいぶ。いや、まあ、確かにメメントリ人狼といえばね。メメントリ人狼といえば、行ってらっしゃーい。行ってきまーす。ま、待って、これソロモン行ったじゃない。やべ、ソロモン行ったじゃない。やばいやばいやばい。あ、これ待って。あ、これ、待って、大丈夫？え、なんでこれ、なにこれ。ちょっと、逃げとこう。うわ、歌くんだ。うわ、お前、おい。歌くん何してんの。いや、いや、なんだ、いや、違う、俺はたまたま嫌がってただけだって。ほんとに？怖くない？ほんとほんとほんと。おい、ほんと？あ、どうした？今、ソロモン飛んだ？
ソロモンが飛んできた。え、なんで生き残ったの？え、わかんない。それな。え、なんで生き残った？なんか燃えてたけど生き残ってた。え、燃えたけど生き残ったよ。なんでやね。不思議なこともあるもんだな。え、サバイバーね。うん、びっくりだね。あ、たくん消えた。ね、消えちゃった。不思議なこともあるもんだ。不思議なこともあるもんだな。あるもんだな。うたくんごめん。不思議なこともあるもんだな。うたくん。何？俺、あの、村人って言ったつもりで占い師って言っちゃったリアキオです。アホ？いやでもビターってしたから、ゲーム的にちょうどいい。そういうことか。ごめん、間違えた普通に。ああ、いやそうだよね。はい。ああ、そうか。いや、なんかおかしいなと思ってたんだよ。焦った。いや、今さ、場所入れ替えでさ、歌くんがさ、誰かランダムでマグマトロップで殺そうぜって言ったら、ソロモン取っちゃって、アレクソロモン死んでたら終わってた。マジ危なかった。俺てっきり誰かどうせソロモンが来るだろうと思って乗っちゃったらさ、あぶね。おい、メメントにお笑い走ったらいいことねえんだからさ、やめてくれよ。ジオル、あ、いたいたいた。頑張ってくれマジで。いや、ジオルが俺が死んだことに気づけばダメージハード、まあ、多分ビターテしたし、あいつは問答無用でソロモン殺せるんだ。確かに。あ、いや、あ、ちょっと待って、弓バカバカバカ。ジオルくん気づいた。ハートはいません。え、ちょっと待って、これどうするべき。ハートの持ち主です。これはほっとくしかないの。これ、これ天の声だめ。誰かをハートにすることもない。天の声する。いや、これちょっとさすがに立ち目でいいからさ、天の声しよう。これはしゃーないよな、これはしゃーないよな。全然いない。どうしよう。え、弓はさっきのボタンのところにだよ。あ、ありがとうございます。どこだ？不具合。不具合。あら、大丈夫かい？不具合は美味しいよね。待って、なんか誰か弓はめてない？ここに。何？え、どういうこと？誰か間違えてなんか変なとこ見にクリックして弓消えた。おい、これ誰か無力化してるぞこれ。いや、一人しか浮かばないってこんなことする。間違えない。お、怖い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 。あの、ジオルなんか持ってないお前。弓がないんですよ僕。弓なくしちゃった。え、なんかさ、ジオルさっきさ、はい、ボタンのところに誰かの弓はまってたけど、あれ、あ、お前もしかして。僕のやつです。え、ちなみにさ、占い師って誰な今回。アスタ。僕です、ね、あ、お前なんだ。アスタくんがそれで、うん、あの、怪しい動きをしたんですよ。あ、あ、はいはいはい、はい、アスタくんが占い師って言って、はいはい、うん、瞬時に、あ、これは危ないなと思って早めにあの弓を引き射抜きました。で、アスタ君は序盤でもう亡くなりました。ちょっと待って、そうなの？自分が占い師って確信してるんで、もうおかしいと思ったから、もうアスタ自分のことを占い師って言ってたの？はい。あー、それは怪しいわ。そう、でもあ、それは、うん、続いてるってことは狂人かなって思ってるんですよね今。まあそうだね。いや、多分ね、俺が思うにそいつ狂人じゃないぜ。え？いや、だって俺狂人でソロモン人狼だもん。そう、うん、多分そいつ狂人じゃない。多分違うね。うん、それはね、あの、知ってるんですよ僕。占いであなたがあの人狼のこと知ってるんですよ、ソロモンくんが。でも僕弓がないのであなたを殺せないんですよこの場で。だからさっき、そう、あ、もうお手上げです。私は白旗を振ります。はい、あの、はい、いざなってください。もういい、早く言わない。お前、もういるならやってくれ。なんだったの今のくだり。いやー、ごめん。何このゲーム、何このゲーム、何何何、いろいろおかしい。怖い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 。ちょっと、わかんないわかんないわかんない。皆さん、この村には人狼がいるらしいです。あー、来いよー来いよー。そんなこと言われても、あ、よかった、怖いと思った感性合ってた。普通のスタートをしました、ドン。あおーですね。やっと黒陣営、狂人が一番楽しいんだから。あ、いや、結構近いね、スタート位置に。あー、一番楽しいんだから。え、もしかして、もしかして今日の陣、今日の陣です。あ、じゃあもう自由に動いて引っ掛けましたってください。はい、殺していきます。はい、いってらっしゃい。やったー。あ、初めての占い師なんだけど、うわ、激緊張だ。マジか、どうしよっかな。あ、ヤッホー、ヤッホー、お前何者だ。俺は、ここ、え、あ、お前、人狼村人です。お、
わかった、俺も野球の村人です。あ、じゃあどっか行ってください。ありがとうございました。僕村人なんで。ちょっと、ハルティうぜえから占おう。人狼ではありません。おお、もうずっと来てるって、やだやだ、助けれ助けれ、え、また助けれ、リア教が追ってくる、リア教が。何ですか、リア教、リアル教人が追ってくるって。怖い、怖い、怖い、怖い。え、あれはほんと怖いって。え、あれなんなん、マジで怖い。え、これやっていいよ、お前。やっちゃうよ。違う。ちなみに、はい、僕は占い師です。本当にハルティを占いました。はあ、人狼ではありませんでした。本当なの。お前そのはっちゃけ方で占いじゃやばいよ。ここで何個目。お、早速これですか。ちょっとアスター何、こっち来て。はい、え、怖、ここら辺かな。え、ちょっと俺がこれやるから飛んできたやつ殺して。ナイスナイス、いいよ。オッケー、行きます。あー、いること。ええー、ちょっと、おい、てめえ、おい、てめえ、やってんな。やばい、下手くそ、俺下手くそ、下手くそだけどキルしたよ。下手くそ、俺下手くそ、下手くそだけどキルしたよ。やったー。うわー、うそ、何、場所入れ替え。今場所入れ替えがアイテムで引いたからね、使ってみた。ああ、なるほどね。ハルティと一瞬で入れ替わった。ハルティと一緒にいたんだ。うん、でも俺ね、うん、村人なんだけど、うん、うん、リアル狂人で。いいよ、来た。え、待って待って、え。なんで、ナイスナイス。なんで終わった今。いやー、あ、歌くんが人狼だったの。いや、俺が人狼だったんだけど。先にビタ当てされてたか、これ。そうだね。いや、違うよ、多分。え、全然違う。え、全然違うよ。今、リアル狂人で適当に打ったら歌くん人狼だった。え、なにこれ。ほな、おもんねえわ。ほな、違う話や。普通のスタート、タイトルコール、やります。メメントリ人狼スタート。うわー、来ちゃー。本当に当たり障りのない、何も面白みのないスタートをした。あー、白か、安定やな。やっぱ白が一番落ち着くな。いや、前回は黒だったから俺は手触れてただけで。はい、何ですか。お、いるとか。いや、でも春さん嫌なんだよな、一発目死ぬから。あ、いた。だ。こんにちは、こんにちは。チッ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 チ。なんか春さんに一発目会うのは死ぬって聞いたんですけど。大丈夫。僕、村人だから。え、俺も村人なんですけど。じゃあ村人じゃん、お互い。怖ー。そんな確率合うのかな。じゃあ別にもう、俺らやることないってこと。そういうことだね。じゃあな、興味ねえよ。あ、はい、バイバイ。よかった。怖っ。来てるやん。と見せかけて。いや、やめとこ。本当に怪しまれちゃう。やめよう。あ、なんか変な人いる。うわ、どちら様ですか。僕は善良な市民ですよ。本当に本当に。あ、僕も善良な市民。え、じゃあ、じゃあアスタも村っつってたから、お前らのどっちか嘘だ。あ、じゃあ俺はその善良な市民の中でも、あの、位が高い、人の職業が分かるタイプの市民。占いって言えよ、じゃあ。はい、占いです。トロモン君、僕味方です。味方です。そうなの。はい、で今僕、君が、そうで今あそこにいるじゃないか、あそこの二人。どういうの。あ、いた、本当だ。ぶち殺したてめえら。あ、てか待って、ジオソロがなんか上にいる。本当だ。え、あれ占い師のさ、許可くんない。あの、なんか適当に打ちたいんだけど。まあいいよ、よし、やった。当てる。あ、逃げてる。あ、怖い。今撃たれた。え、撃ってる。え、怖い。怖いって。え、もうバレてるかな。あれバレてるね。いや、バレてないんじゃない。誰か占ったの。占ってない。占いなよ。俺人狼かもしれないよ。確かに。占っとけば。人狼ではありません。はい、だいたいそういう人狼じゃね、俺人狼かもよって言ってるやつ人狼じゃないじゃん。まあだいたい狂人だな。ないからね。
で、それで多分アスタとかに伝達されて、あいつら人狼狂人だぜみたいななんか感じになってるよ。なんか最初に会ってそのしてみんなねってなったんじゃない？何かあったんですか？ああ、アスタ君聞いてくれ。いやなんか疑いかけられるかもみたいな話は聞きましたから大丈夫ですよ。信用しますよ。あ、信用する？やった。はい。そう、歌くんが伝説のフィッシャーマンで、うん、俺が白出された。あ、なんか、なるほど、相手が白だった。なるほどね。いやでもお前らがなんか最初に会って話したらしいけど、これでハルティ教授のアスタ人狼とかだったらまあもう絶対絶命。占い師、え、やった、ありがとう。やばいやばいやばい、教授じゃん。めっちゃし、あいつめっちゃ白。仕方ね。じゃあもう歌くんにやるよ、これは。もう、はい、え、なんか白お前ら。じゃあちょっと占い師としてその人のとこ行って話聞いてきてよ。まあ行くか。まあ行くか。まああいつらだったら別にさ、なんか撃たれてもなんか耐えじゃない。うん、うん、じゃあボタン押してきますね。はい。なんだろうこの泳がされてるか。すごい金のリンゴなのに、あ、いいね、強くなるやつじゃないそれ、体力が。俺はね、ガッサンのクロス。お、これはワンチャンある。これ強いやつだよ。ワンチャンあるね。これもう出会い頭一発で3人やっちゃうとかあるんじゃないこれ。使おう。あ、使っても意味なかった。あ、なんか発光してる。光ってる金リンゴ。あれすごい金リンゴが。え、じゃあ戦ってるってこと。え、誰が何のために戦ってるんだ。じゃあ怖いんですけど。ちょっとあっち行く。行くか。あれいない。発砲事件起きてる。あれいないよ普通に。あれ消えた。消え失せた。これはさ、やっぱムラムラでジオソロ狂人人狼コンビかな。別の組み合わせだったら絶対どっちか死んでる。お、将来来た。うわー来た。はい、俺に歯向かったらもう負けだよ。本当だ。もう絶対アスターが牙向いてきたら俺死ぬやんけ。僕に幸せの形を。グラップリングフック。俺は最強だ。おーおーおおおおお、来ちゃー。神クソ楽しいっす。あ、俺様の力があれば。聞こえた。ヤッホー、聞こえました。ヤッホー。あれ逃げてないこれ。でも声聞こえなかったね。いるじゃん。あ、やべ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 。なんで撃とうとしてんの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 。まあ、絶対向こうに黒いるから上上がろうか。何。あ、怖い。あ、アスタだ。やっほー。どこですか。なんで弓を引いてたの。なんで弓引いてたの。どこ。え、俺たち出会い頭やっちゃおうか作戦があったんだけど。いや黒だろ。ちなみに2人に占い師はいないんだよね。そうだからここに中に、あれ、そうか、あっちが、そうだね。おい待って、お前嘘ついてる。ジオル、ちょっと待って。いや違うんだ。おいてめえ、違うんだよ。おい、違う。何が違うんだよ。違いますよ。この3人の中に1人は絶対黒いるからね。確かに。違うよ。逃げよう。そうだよ。ちょっと取り抜けられんかな。あ、ダメだ。あ、待って。ちょっと待って。やばい、バグを見つけてしまった。まずい。あ、まずい、出れなくなった。やばい、本来出てはいけないところに出てしまった。どうしよう。やばい、助けてくれ、誰か助けてくれ。あ、でも今え、なんで光ってんの。あれか、みんな光らせるやつか。あ、うたくん、ちょ、うたくんどこにいんの今。俺一番下やね。あー、なるほどね。うたくんにあげたいものな。なに、将来アスター、どこにいる。あの、そちらに。怖い、どこ、怖い、はい、怖い。それくれるとか言って投げた。ちょっともう誰が誰だか、もう俺目線なんもわかんねえよ。膠着状態なんだけど。膠着すぎ。ちなみにジオルなんか向こういたけど殺してくる。あ、なに、みんな下いる。ソロジオ。じゃあ誰が。いや、まあジオル殺していいんじゃない。あり、浮いてるもんだって。まあ浮いてはいるか。ちょっと怖いね。いや、なんか、なんだ、もうわかんねえ。俺が誘導しちゃってる、これもしかして。
え、何これ、どうなった、ジオソロかよ、なんでだよ、ジオソロかよ、なんか膠着してるから上になんかハゲいるし打とっかなって思ったら死んで終わっちゃう。最悪、だから誰も知らなかったね。なるほどね。動画見てくれてありがとう、周り。11月25、26日メントリサードライブゲーム実況アリーナ草レーン開催決定、チケット絶賛発売中です。概要欄の URL からしばらくライブはできなくなってしまいます。だからこそ今回あなたと会いたいです。ぜひ来てください。メントリメンバーシップやってます。ここでしか見れない限定動画や未公開シーンなど様々な特典があります。入会いただけると嬉しいです。それじゃあ最後にせーの、いくぞ、たまーりー、メントリー。